聞いてください。まんじまんじ。いろいろライブとかね、やりたいなって思ったので、ぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。あ、そうだね、カレーライス歌った。
ったから、今日みんな夜ご飯カレーライス食べて、ね、いいよね、よくない？今からスーパーで買ってきてください。スーパーで何作るの？わざわざ、あ、レトルト、レトルト、野菜買ってきて。あ、いい、大変じゃん。人参と、人参と玉ねぎ、じゃがいも入れて、うん、そうそう、お肉は豚肉豚肉らしいんで、はい、皆さん夜ご飯よかったらね、カレーライスを食べ、カレーライス、カレーライス、シュッシュッ、まあどっちもいいですけど、はい、食べてください。はい、それでは三日月でもう一曲披露したいと思います。聴いてください、君はずらい。隣で君が笑っただけなのに、こんなにも世界は美しい。
みんなで歌って踊りたいと思います。小さい子たちもね、次の曲は知ってる曲だと思います。今年の去年の2019年の紅白歌合戦とかでもレコ大でもあります。そうレコード大賞で、そう、最優秀だっけ、なんかショーみたいな、そう皆さん知ってるパプリカを一緒に踊りたいと思います。やったー、よかった。小さい可愛いお子様たち前とかに来てくれたら、一緒に踊ろうか。そう、せっかくなら踊ってもいいし、おいでおいで。大きい子も来ます。恥ずかしい。後ろにみんなちょっと誘いに行って、みんなメンバーも一緒に踊ろう。パプリカ知ってる？踊れる？お、一緒に踊った。ありがとうね。一緒にやろうね。じゃあいいかな。可愛い女の子たちで負けちゃいません。真ん中めっちゃ恥ずかしいじゃん。一緒に踊ろうね。お姉さんたちが踊ってて面白そうって思ったら、よかったら他のお友達もおいで。うん、はい、じゃあみんなで一緒に踊りましょう。聴いてください、パプリカ。